その包みの中見せてもらおうか。おお、出世じゃないか。おい、いいから来い。ほら、裸になってもらおうか。そんなごまたいな。これは金の帯じゃないか。こいつも五金製品だ。お許しください。私は本庁の和村殿や丸八の倹約令に背くとどういうことになるか。え、丸八屋を取り潰すことになるの。お前のせいでな、店が潰れても構わんのか。何の真似だ貴様。取り調べの邪魔をしようというのか。この女はな、五金製品を身につけ、その上隠し買いまでしてきておるのは明白。罪人を取り調べるのに何の不服がある。回り方はな、挙動不審嫌疑の者を捕まえたとしても近くの番屋まで連れて行ってから取り調べるのが済む。そうだそうだ、こんな裸の女を取り調べない。鳥居様に盾をつく気か。南町奉行鳥居会の神忠輝、任官する前の名前が要造だ。江戸中の奴らみんな何て呼んでるか知ってるか。妖怪、妖怪だ。つまり化け物だとよ。貴様、お奉行に対して許さん。貴様、十太門にあるのはな、罪人踏んじわることよりも江戸八百屋町の百姓町に守ることのが先なんだ。貴様は何者だ。北の隠密回り同心、伊丹半蔵だ。よろしく言っててくれ。カミソリ半蔵。ご意向たる奉行所の大看板を己の屋敷に掲げるとは。この表札がどうかしましたか。この看板はな、北町奉行所の御門前より伊丹半蔵が持ち帰ったる者に相違ない。確かにその屋敷が外し申した。それがしにとっては五年ぶりに見る懐かしい看板でござった。かつては江戸の治安をお守り、庶民を助け、実手者には光り輝く金看板でござった、ね、それが今は光を失い、泥にまみれ汚れ切っており申した。さればそれがしが洗い清め、再び御門前にお返し申すべく。半蔵、南の鳥居様の前ではおとなしくした方が。じゃがしや、おい伊丹半蔵、不届きの門あって南町奉行所に召し出す。神妙にいたせ。おい、ああ待て待て、南町が質役とあれば俺取り調べるのは妖怪か。無礼な。俺を取り調べるのは南町奉行鳥居会の神様でございますかって聞いてるんだよ。
無論のこと。わかった。堂々いたせ。御前の隠れたる敵は恐るべき相手にございました。それがしを助け出し御前に立ち向かう魂胆かと。だと大山はお前を助け出さなかった。何もかもわしの思惑通りだ。はっ。これより奉行所に戻る。半蔵と申せ。貧乏人の味方をしてくれてよ。さらぬ神にたたりなし。桑原桑原。日暮里から二度とお上に逆らうんじゃねえぞ。贅沢は許さねえ。そんなことよりもな、三日前の聖秘令の押し込みはどうなったんで。そうだそうだ、皆苦しみされたんだぞ。おい、誰だ。今言ったら御家人役令のお触れ書きは江戸百二十万人に対するご政道だ。文句のあるやつは片っ端からそっちだ。役人が倹約令違反取り締まりにのみ熱中し続け、江戸市中には凶悪犯罪が続発、激増の一途をたどった。伊丹半蔵、神妙にバカにつけ。何もかも俺におっかぶせようって気だな。悪いのはな、悪いのはあいつなんだ。俺の口塞がってこんだか分からねえのか。おい、俺はな、鳥居の命じた通りやったまでなんだ。悪いのは鳥居だ。鳥居様、おめえをしまったんじゃねえか。そうだ、どっからでもかーい。
んな目に遭わせやがった。とりえてめえだけじゃ一つの罠でぶちまけてやるからな。のび様、とりえ様、お助け、お助けください。とりえだ、どうか、どうか。前の最後、このわしがしかと見届けてやる。言い残すことはないか。ございません。言い残したいことは取り、てめえには山ほどあるんだ。そいつをぶちまけるにはどうしても桜咲かせなきゃならねえんだ。さあ咲き上がれ、遠山金四郎。父上、何にござります。あったー、もう首いちまった。あったあったあった、あったあった、その首いちまった。下がりおろ、小山左衛門の城、その方の出る幕ではない。下がりおろ。それが下がらねえと来てるんだ。その首打ちを中止して伊丹半蔵の身柄をこっちに渡してもらえて。御裁下の下り師三体の者もいかなる訳があって飛び立てをするか。上様がそう仰せられるんだから仕方あるめえ。何、何取り替え上位である。伊丹半蔵の身柄を遠山左衛門の城影元に預け、評定所にて再吟味申し作るものなり。何か文句あるか。行こう、早く馬乗れ。待っていたぞ。筆頭与力として取り立てて使うそう。ついてこい。命捧げると約束したが、今てめえにこの命くれてやる。もらおう。
人間を強者と弱者に分けたとき世の中はうまく収まる。思いやりなどまやかしに過ぎん。欲望で生きるんだ。てめえは自分が裁いた人間のその肉食らって大きくなってきたんだ。もうその味は忘れられねえだろう。わしは妖怪じゃ。私は勝つ。強い者が勝つ。老中職をこの手で勝ち取ってみせる。邪魔し、これが十手門の大義王道だ。見てくれ半蔵。